こんにちは、ジュピター石田です。今日もやっていきたいと思います。日本全国47都道府県のカレーを食す。ですね、今僕の家には日本全国のご当地カレーがたくさんあるんですが、今回紹介するカレーはその中でも一番高級で一番美味しそうなカレーです。そのカレーの県は滋賀県です。滋賀県のカレー、これはすごいですよ。いきます。じゃん、近江牛松茸カレー。牛と松茸、この高級食材が一緒に入っているこの最高に豪華なパッケージ、ちなみに1080円です。こちらのカレーを今回は食べて紹介したいと思います。はい、近江牛松茸カレーできました。うわ、松茸が入ってます。うわ、肉もいっぱい入ってる。すごくいい匂いがします。それでは食べてみたいと思います。うまそう。はい、それでは近江牛松茸カレー食べてみたいと思います。じゃあまずルーからいただきます。うわ、いい匂いする。いただきます。あ、ルーはすごくマイルドで辛さがあんまなくて甘いですね。うわ、うまい。すごくルーしか食べてないんですけど、牛肉の味がもうします。それでは出ました、松茸ですね。松茸、うわー、松茸うまそう。いただきます。うわ、コリコリ。すごくカレーに入っているのにカレーの味が強いにもかかわらず、もう噛んだ瞬間松茸の香りと味がすごく広がります。うわ、うめえ。これはそして牛肉、近江牛がいっぱい入ってます。いただきます。うまっ。この肉ただ柔らかいだけじゃなくて、すごくもう肉自体に味があるというか、すごくね、コクがありますね。うめえ。ルーとご飯と牛肉、おお、そりゃ高いわこれ。こんだけ具沢山でこんだけ美味しかったら1080円もすると思います。いや、これはうまい。だけなんていつぶりかも覚えてないぐらい久しぶりに食べました。このカレーに入れてもったいないなとか思ったけど、全然そんなことないです。松茸とカレー超合います。なんかここまで美味しいともう幸せになるカレーと言っても過言ではない。うわ、これうまいですね。今、松茸を食べております、うん、ということで今回の近江牛松茸カレーを紹介しました。僕は日本一周した時に滋賀県にももちろん行ったんですが、その時は彦根に行きました。彦根に行って、僕が行った時彦根がまさに大ブームの時だったので彦根を見に行ったんですが、彦根が可愛い。彦根の動きが可愛いんです。というかもうほぼ動かないんですけど、もうすごいですよ。彦根がいて、その前にお客さんガーっていて、ヒコニャンもう何もしないんですけど観客の人がわーみたいな、そんな感じで本当に癒されました。今回のカレーも美味しかったですし、滋賀県もまた行ってみたいなと思います。今回この、カレーは甲賀なので甲賀行ってみたいなと思います。ということで今回はこの辺にして、この次の県に向かいます。行きます。チャンネル登録を押してください。ここです。ここ押してチャンネル登録押してください。お願いします。お願いします。痛い。